ちをしました。あ、一応そのおやつ袋、それおやつをうんちとしてみなして、ちょっとそこへポンって投げてみてください。投げて、はい、それをうんちの袋で取ってください。その時にワンちゃんがお利口にしていられるか、ね、ちゃんと待っていられるか。ダメダメダメ、やった。うんちを食べちゃう子もいるからね、気をつけてよ、ね、うんちを食べられないように取りましたか。はい、そうです、吠えられます。はいはい、うんち食べちゃダメだよ、うんち食べちゃダメだよ、ね、はい、取れました。そういうふうにして、例えば待てということができると、うんちを取る間瞬間待つことができますね。例えばフンというのは食べたもののカスですけれども、とても犬にとっては食糞偽といって、うんちを食べる子もいます。それだけうんちはね、犬にとっては割と美味しいもののようです。人間の感覚とはちょっと違って、で食べてしまう子もいます。で、あっという間に食べられそうになった時に、プッと待てっていう言葉で待つ、あるいはリードをちょっと引いてあげるとか、この人間の手を魔法の3つの手と言います。で、なぜかというと、お散歩に連れてってくれる時のリードを持つ楽しい手、それからご飯をくれる、おやつをくれる美味しい手、今お父さんの手、美味しい手が2つありましたけれど、ね、これが美味しい手です。それから褒めてくれる、優しい、いい子だね、いい子だね、伏せだよ、伏せだよ、めいちゃん、これは今伏せだよ、伏せだよ、お利口さんだねって、こうやって撫でてくれる優しい手、この3つの手を忘れないでください。絶対